中島守る12月23日から2013年11月5日は、日本の政治家、実業家、民主党長野県総支部連合会顧問、科学技術庁長官、総理府原子力委員会委員長、衆議院議員等を歴任した。父は、元衆議院議員の中島岩尾、長野県下稲郡飯田城生まれ、飯田高松高等学校、中央大学経済学部卒業、 大学卒業後、父、中島岩尾が経営する、新南交通に入社。新南交通を経て、地元、飯田市の青年会議所理事長を務める。青年会議所での活動を通じて、仲間の起業家から政界への進出を進められ、1972年の第33回衆議院議員総選挙に、旧長野県第3区から無所属で出馬したが、得票数6位で落選。 1976年、再び第34回衆議院議員総選挙に無所属で出馬し、初当選した。当選後、自由民主党に追加公認を受け入党。自民党では、党内刷新を旗印に、1年議員を集めた河政会を結成し、世話人を務める。1980年の第36回衆議院議員総選挙では、 得票数4位の林百郎にわずか214票差で競り負け落選。1983年の第37回衆議院議員総選挙で返り咲いた。自民党では田中角栄、竹下登派に属した。1985年、竹下登が旗揚げした創生会に参加し、そのまま形成会に入会。建設属議員のドンであった。 金丸真の君導を受け、建設属議員として、建設政務次官、自民党建設部会長、道路調査会副会長、衆議院建設委員長を歴任。リニアモーターカーや中央新幹線構想をぶち上げ、超党派の中央新幹線建設議員連盟幹事、リニア中央エクスプレス建設促進規制同盟会の立ち上げにも関与した。1992年10月、 東京佐川急便事件が発覚し、自由民主党副総裁であった金丸は、副総裁を辞任し、衆議院議員も辞職に追い込まれる。竹下派分裂では、羽根が務む小沢一郎が率いる改革フォーラム21に参加した。宮沢改造内閣の発足に際しては、中島が、 金丸の直径であったため入閣の望みは薄かったが、金丸が宮沢喜一首相に対して中島の入閣を混成したため、首相就任以来形成会を後ろ盾にしてきた。宮沢首相はこれを受け入れ、羽田派から中島を科学技術庁長,長官に、船田元を経済企画庁長,長官に任命した。1993年、宮沢内閣不信任決議案の採決を前に、 辞表提出し、不信任案に賛成票を投じる。羽田派の造反により不信任決議案は可決され、衆議院は解散された。羽田派は自民党を離党し新政党を結成。自民党は第40回衆議院議員総選挙で過半数を割り込み、新政党公認で旧長野3区から出馬した中島は、同区トップ統制を果たした。1994年、 新政党会党に伴い新進党決闘に参加。1996年の第41回衆議院議員総選挙では、小選挙区比例代表並立制の導入に伴い、新設された長野県第五区から新進党公認で出馬したが、中選挙区時代のライバルである自民党の宮下総平に敗れて落選し、政界を引退した。2006年、朝日大受賞受賞。 2013年11月5日、脳内出血のため、飯田市の飯田病院で死去。77歳没、没日付で13日趣味は麻雀で、自民党時代に訓導を受けた、金丸信元副総裁も、麻雀仲間の一人だった。元科学技術庁長官の中島守氏死去級、長野三区選出士の,の毎日新聞2013年11月5日。 ありがとうございます。